緊張する。嫌だ、超嫌だこういうの。うん、大丈夫かな。ホーツインさん、札幌は毒の海って言ってたけど。あ、うん、そうなんだけど、もし散ってなかったら嫌だなって。ニッタちゃん、やめてよ。嫌だなとかじゃ済まないし、それ落ち着けないでしょ。どうして君たちはそう何でもかんでも平気なのよ。相変わらず賑やかだな。シジマ、安心していい。毒素の濃度は測定済みだ。あ、マコトさん。あ、マジっすか。危険とかないの？言う通りだ。残念ながらコアと戦う以上、絶対に安全などとは言い切れない。あそっか、そうだよな。ちっと期待しちった。君にはこれを渡しておこう。局長が採取した毒素のサンプルをもとに、フミが開発した中和剤を散布するための装置だ。調査によれば、アリオとコアはまだ少量の毒素を蓄えているようだ。撃墜されたとはいえ、敵対者が近づいた場合、奴が毒素を防衛に使用してくることは明白だろう。なあ、頼んだぞ。私は君ほど戦況を読むことに長けていない。残念だがな。中和剤の効果は無制限ではない。戦闘中、効果的なタイミングを見極めて使用してくれ。作戦開始だ、行くぞ。よへー、なんだよこれ、なんかぐっちゃぐちゃじゃんか。あれだけの質量が落下したのだ。その衝撃は、見て、あれがアリオトの。ベタな、奴がアリオトコアだ。地形、気象などから算出した中和剤散布装置の効果的な設置座標を表示する。いくつか表示された座標から一つだけ選んで散布装置を設置するんだ。設置したい座標に隣接すれば散布装置を配置できるぞ。中和剤の散布が開始されれば、効果時間中は周囲に存在する全ての毒素が中和される。戦況をよく見て使いどころを間違えないでくれ。全員いいな、行くぞ。
終わったんだよね。勝ててよかった。ああ、超怖かった。でも今回もなんとかなったわ。アリオトを撃破したか。ご苦労だった。そうか、さすがに5体目ともなればやむを得ないな。さて、お前たちのために晩餐を用意させた。私からせめてものねぎらいだ。18時頃に大阪本局で待つ。他の者には私から声をかけておこう。では。ヤマト将、なんだって？あ、何？何？あいつ怒ってくれんの？うひょーい。こっちへ。すまないな、ジプスに追われていたんだ。ああ、ホーツインめ、いよいよ俺が目障りらしい。君を探していたんだ。一部ではあるが、ちょうど例のファイルが復元できてね。ああ、そうさ、まだ中身は確認していないが、そうに違いない。さあ、開くぞ。ホーツインの野望が。思ったより破損した部位が多いな。単独が難しい。なんだこれは。ポラリスの攻撃、セプテントリオンの襲来、世界の抹消だと。ああ、おそらくそうだろう。だがポラリスとは何者だ。事件には黒幕がいるということか。決まりだな。やはりホーツインヤマトは全てを知っていたんだ。予想はしていたが、まさかこれほどとは。信じられん。これじゃ俺たちは奴の手のひらの上で踊らされていたも同然だ。ああ、下手に動けば。待て、ファイルに続きにある。これはなんだ。国民洗練カリキュラム。わからないな、破損が激しすぎる。今の時点ではここまでか。クソ、まだ奴の致命傷にはなり得ない。いや、待ってくれ。下手に動けば君の命が危ない。奴はいずれ必ず本性を現すだろう。その時こそ事実を公表し、みんなに奴の正体を知らしめるんだ。この現状を打破し、ジプスの横暴を正すにはそれしかない。ああ、頼んだぞ。ヤッホー、あったよ、あった。これ見てみ、ラスイチだよ。サコッチ問い詰めたらやっぱり隠しててさ、冗談じゃないっての。別府支局が施設を引き上げるときに運んできてたらしいんだよね。気の利くやつがいたもんだ。あ、これ新しい装置、召喚アプリの研究のやつ。前のは実験のしすぎで壊れたんだ。まあ旧バージョンだけど仕方ない、他に残ってないわけだし。多少の動作不良は覚悟の上、誤差をパソコンに演算させれば OK でしょ。これで完璧なデータが測定できるってわけだね。
何が？それって実験体のこと？いやー、それはちょっと考えてなかったかもだけど、人に対するリスクか。それは想定外だね。検討してみた方がいいのかな。私は見てないけど。おお、お前が一番最後っぽいぜ。重役出勤か、この。お疲れ様。ジプスで晩餐なんてなんか変な気分だね。よう、ホーツインはまだみたいやぞ。飯ならさっさと出せよ。ジュンゴ、ご飯楽しみ。茶碗蒸しも作る。お、お疲れちゃいやで。なんや、ヤマトが夕食会やて？どういう風の吹き回しやろな。ヤマトに会うたら福岡の話聞くん？そうなんや。なるほどね。こりゃ相手の出方によっちゃ揉めるかもしれへんな。ヤマト、目的のためには手段を選ばんさかい、十分気ぃつけや。集まったな。忙しいところすまない。おっとっとっと、もう始まっちゃってたか。そろーりそろーりっと。さて、承知とは思うが、全国君たちの活躍で我々は無事アリオトの撃破に成功した。これを祝し、ささやかではあるが。局長、お待ちください。いえ、サコ、どうした？申し訳ありません。ですが、私には先に報告すべきことがあります。報告？はい。私はジプスに対し反逆にも等しい行いをしました。以降ジプスへの不信が募らぬためにも、何卒この場で私への処罰を。処罰？ホーツイン局長。サコ、お前はよもや彼らを連れ福岡を見せたことを言っているのか？は、その通りですが。捨ておけ。些細なことだ、どうでもいい。しかし。黙れ。二度も言わせるな。混乱を助長してどうなるというか。さて諸君、すまなかったな。では晩餐を続けよう。ほう、君もなかなか手の内を見せないな。褒めてやろう。まさかあのファイルにまでたどり着く者がいるとは思ってもいなかった。な、どういう意味だよそれ。それってつまり。そうだ、私は全てを知っていた。よく聞くがいい。そんなに知りたければ教えてやる。いいか、この世界を今のような状況に陥らせた元凶はポラリスだ。ポラリス？なんやそいつ。なんでそのポラリスにうちらが滅ぼされなあかんねん。我々人間が奴の思う秩序に反する存在だったからだ。奴は人間を滅ぼそうとしている。セプテントリオンさえ
奴の剣に過ぎないのだ。ふざけないでよ。そんな勝手なこと。じゃあそんな奴倒しちゃえばいいじゃん。うん、アイリの言う通り、ジュンゴ頑張って倒す。相手が誰でも不可能だ。ホラリスは全能の存在、打ち破るなど夢に過ぎない。さらに言うなら、ヨシンバポラリスを倒したとして、この世界はどうなる？荒廃し滅びかけたこの世界で、そう容易に人類が生き残れるとでも思うのか？簡単だ。私は新たな形で世界を再興する。世界を再興やと？新たな形で？言葉の通りだ。世界に新たなる秩序を与え、生まれ変わらせるのだよ。もはやこれまでの秩序など必要ない。知恵、知識、力、その全てを持つ個体だけに生きる価値がある。クズに生きる価値はないのだ。私はここに実力主義を根源とする世界の創造を宣言する。世界を生まれ変わらせるって、そんな実力主義だって？そいつは穏やかじゃないね。無理に従えとは言わんぞ。だが、たとえ誰も従わずとも、私は私の目的を遂行する。疑問か。そうだろうな。さすがにお前でもわかるまい。諸君、晩餐を楽しめ。そしてゆっくり考えればいいさ。おい、待てよ。言っちゃった。全部知ってたんだね、ホツインさん。なのに。なんやねん、あのボケ。言いたいこと言って、勝手に消え腐って。超腹立つ。ずるいよあいつ。最初から全部知ってたんだ。みたいだね。でも法通院はなんでそんなこと知ってたのかな。そりゃわかんないけど、でもさ、あいつさっき世界を再興するって言ったぜ。それって一体どうやるんだ？つーか、そんな方法あんのかよ。はっ、だったらジプスの連中はどうや？なんか知っとるんとちゃうか？局長からこの手の話を聞いたのは初めてだ。すまない。そんな、じゃあヤマトさんはジプスにも内緒にしてたってこと？そりゃそうだ。ジプスってさ、局長以外が何も知らないこと多いかんね。しかし世界の最高か。ま、局長のことだから何か確証があるんだわな。ありえるわ。ポラリスって世界を滅ぼしかけている元凶なのよね。そしてヤマトさんはポラリスを全能の存在と呼んだ。だとすれば世界の再興と深く関わる可能性は高いと思うの。どうしよう。でも私たちじゃ何もわからないし、世界も壊れたままだし、このままホーツインさんの願いに協力しちゃうしかないのかな。ジュンゴもわからない。どうしたらいいのか。うん、悔しいけど、ヤマトさんが言ってたみたいにちゃんと考えた方が良さそうだね。
ちょっと何なのあいつ、超ムカつく。そうそう、それ何なのよあいつ。出てくるの遅いんだよね。おまけにバカにしてくるし、ほんとムカつく。この私が魅力出してんのに、どうしてへそで出てくるわけ。何それ、褒めてるつもり？へそ以外だって可愛いでしょ。私の魅力が足りないとか、ううん、そんなわけないよ。他のみんなだってそうでしょ。ほら、例えばひな子は露出度高すぎ、ああいうの逆に引くよね。でしょ、やっぱり普通が一番だよね、私みたいに。じゃあイオちゃんは？可愛いんだけど、なんか物足りなくない？でしょ？ちょっとくらい気が強い方がいいよね、私みたいに。じゃあフミは？あんなキテレツな人、一緒にいて疲れそうでしょ？でしょ？ちゃんと空気読めなきゃ、私みたいに。じゃあ乙女さんは？優しすぎてダメ男か引っかかりそうじゃない？でしょ？やっぱり女は芯が強くなきゃ、私みたいに。じゃあ誠さんは？女としてっていうか、人として完璧だけどさ、それって逆に重くない？でしょ？ちょっとくらい欠点あった方が可愛いよね、私みたいに。もうなんか疲れた。こんなの愚痴っても始まらないし。別にいいもん、私これからの子だから、 2,3 年後見てなさいよ。おい、あいつ。やあ、君か。気分はどうだい？輝くものよ。そうかい、それはよかった。この俺たちは今大変な目に。大変？ああ、そうか。大津院ヤマトは君たちに彼の本心を話したそうだね。君にはすまないことをした。私も止めようとしたが、結局こうなった。止めようとって、まさか通天閣を襲ったのってそれで？そうだ、通天閣にはターミナルの交換機があったから。大津院ヤマトは札幌にいた。大阪へ戻ることができなければ、アリオトによって殺されたはずだ。ポラリスの力を利用して新たな世界を作り出す。それが彼の目的だ。わかるかい？このままでは彼の思い通り実力主義の世界になってしまう。待った、その辺が分かんねえのよ。ポラリスを利用するって何？っていうかポラリスって何？ポラリスは君たち人間など及びもつかぬ超越的存在だ。君たち人間は知り得ぬことだが、この世界の他にも複数の世界が存在するのだ。そしてポラリスの力は君たちの暮らすこの世界だけでなく、それらすべての世界に及ぶのさ。平行に存在するいくつもの世界が滞りなく進行するように管理と運営を行う存在。天の玉座に座するポラリスの言葉は平行世界のすべてに轟き渡り、その行く末を決定する権限を持つ。
造作もないことだよ。彼は世界に干渉する絶対権限を持っているのだから。世界に干渉？絶対権限だ？マジかよ、本当にそんなやつが？信じられないかい？だが信じられない出来事はこの数日で何度も目にしたろ。世界の壊滅的災害、悪魔の出現、セプテントリオンの存在、言い出せばキリがないさ。それはそうだけど、じゃあ世界を作り変えるとか具体的にどうやってそんなことすんのよ。例えば今君たちの世界がポラリスによって抹消されようとしているように、彼はその意にそぐわぬ世界を抹消し変革し、そして新しい世界を生み出すことができる。そうだね、この事件が起こるよりしばらく前の話になる。法通院ヤマトは私に助言を求め、私はそれに答えた。法通院ヤマトが野望を持った原因かい？そうかもしれないね。私はかつて法通院に召喚術を与え、法通院はその力を用いてこの国の霊的な守護を司った。だから今度も私は試したのだ。法通院ヤマトにポラリスの襲来を伝え、あとは見守るつもりでいたよ。だが彼はその事実を、人の持つ自由の可能性を守るために使う気はなかったようだ。彼はポラリスに恭順し、その力を用いて己の欲する世界を手に入れようというのだからね。では教えよう。君たちはすでに5体のセプテントリオンを倒したはずだ。すべてのセプテントリオンを倒せばポラリスへの道が開かれる。マジか。ってことは残りのセプテントリオンを倒せばヤマトじゃなくてもできる？そういうことだ。ああ、もっとも、ポラリスが問うのは人の主としての意志だ。一人の意見など聞き入れられない。そうだね。ポラリスが求めるのは生存に値する主の意志だ。強い主張と賛同者を持ち、多くの人心を従える主張であれば、それが主の意志と認められる。どのみち人の主張が混在しているようでは、いずれも主の意志足りえないということさ。あ、おい！って、もういねえのかよ。あいつ一体何者なんだろう。とにかくさ、ポラリスに愛さえすれば世界を作り変えてもらえるって、そういうことだよな。ヤマトはそれを知ってたから世界の創造とか言ってたんだ。へえ、世界の抹消だの創造だの、俺には想像もつかねえ。あ、そうだ、俺今の話をみんなに伝えてくる。ヤマトのせいで不安がってたしさ。まあ任せろい。とりあえずヤマトに従わなくても何とかなる方法を見つけたしな。よっしゃ、ちょっと行ってくるわ。